疲れ様です。本日もお疲れ様。日曜日だ。やっほー、いかがお過ごしでした？クリーミーさん、やー、お疲れゲスト、カズサさん、ありがとうございます。フェイチさん、めっちゃ可愛いゲストありがとう。お疲れギフトありがとう。お疲れ様です。結婚はしません。あ、今日はチャーミングトリップとマイカーのコラボコラボなんだっけ、対バンスペシャル公演でした。チャーミングトリップかけるマイカー公演でありました。ありがとうございました。広島クラブクワトロさんで、ひょいちさん、くまありがとう。ありがくま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 ってなんだろう。はじめさん、ヒーターありがとう。今日もね、今日も外だったのでヒーターありました。ヒーターの前にみんな集まってた。あら、焚き火もありがとう。焚き火したことないかもしれない。ギフトありがとうございます。あ、楽屋にぎやかでしたね。にぎやかだった。だってね、もう16人とかだったよね。ありがとう。お疲れギフトも皆さんありがとうございます。お疲れ様で、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様。皆さんもお疲れ様。来週からも頑張りましょう。そう、今日さ、あの髪型を私ハーフツインにしてるんですけど、なんかね、初めの昼公演がマイカーがみんなでハーフツインにしようって決めてたらしくて、ひらこっちさん、レインボースター、ありがとう。スターってどうやって作るんだろう。ありがとうございます。そう、みんなね、マイカーの皆さんがハーフツインで可愛く決めようということでしてたっぽくて、私知らなくて知らなくて、こうやって周りにチャートリメンバーがちょうどその時はメイクさんにこうしてもらう順番だったので、この周りのチャートリのメンバー見渡してかぶんない髪型にしようって思って、翔一さん、ブッシュドノエルありがとうございます。ブッシュドノエルありがとう。確かね、小学校かな、中1か小5か小6か、そこら辺で原田家のクリスマスケーキがブシドノエルでした。もういつかは曖昧です。山井さんもレインボースターありがとうございます。ありがとう。あ、そう、髪型の話。そう、知らなくて、周りのチャートリメンバー見渡したら、あ、ハーフツインいないなって思って、この長さにしてからハーフツインとかまだしたことなかったので、あ、じゃあハーフツインでって言ったらでもした後に知りました。え、マイカなんて言われたっけ、誰かにマイカに対抗してるって言われてえってなった。そんなつもりではなかったですそんなつもりではなかったです。そうなの、だから私もちょっとマイカーの一員マイカーになりたかったのって言われた。カズサさん、
クリスマスツリーの飾り名前あるのかな、クリスマスツリーの飾りクマ10個ありがとうございます。そう、もろかぶりだった。そう、もう1対5だ。ん？ 1 対 6？ もう乾杯ですね。なので全然そんな意思はなく、ただ単に、あ、うついんでした今日。お疲れさん、くす玉ありがとう。くす玉パンパガパン、パン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 パガパン。いっこさん、めちゃかわいい人ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。声ありがとうでした。一押しやないのにリスクいるんですねって一押しやないのにこの分いる入れすぎて困っちゃいます、ありがとうございます。あ、そう、今日はね、なんかね、そう、なんか不思議な気持ちで応援してました。私すごいなんかなんて言うんだろう、すごいね、なんか感慨深かったですすごい皆さんをね、いっぱい観察しました。今日純平さん、最高ギフトありがとうございます。最高ありがとうございます、ありがとう。サッカーボール、ありがとう。いやいやいや、稲田さん、いや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 、あ、そう、ギャップ賞を受賞しました。私ギャップ賞受賞した。そう、夜公演とかね、そうそうそう、気づいた、すごいすごい皆さんのこと観察したの私え、すごい観察したの、なんかね、すごいね、なんか不思議な気分になっちゃってすごい、え、あ、なんかすごい応援してくださる方が、私を応援してくださる方がすごい実在するんだな、この世の中に。そんな私を応援してくださる方がいるってすごくないってなんか考えちゃって考えちゃって、あとすごい、あ、なんかすごいすごい見られてるって思ってそう、そしたらなんかミスしちゃった、どこだったかな、どっかなんかすごい目立ったとこミスしちゃった気がして、ミスしちゃって、すごいもう反省だった。いや、そうそう、だから今日の公演はなんかね、普段と昨日とかとはなんかなんだろう、何が違ったのかな、ちょっと分かんないけど、すごいね、いろいろ考えながら、皆さんをこう重視でやってたらなんかミスしちゃった。いや、余裕はなかったです。だからちょっと反省してます。単身にもっと集中してください集中してください、すいませんでした。そうなんで、いろいろと頭の中で考えていた公演でした今日は そうなんです。いや、ありがとうございました。すごい嬉しかったです。嬉しかったというか、すごいすごいなって思った。すごい不思議な、不思議というか、冷静に考えたらステージに立ってこう見られて応援全然ちょっと今考えてることがもういろいろぐるぐる考えすぎて言葉にならないので、とりあえずいろいろ考えていたということだけ言っときます
そう 4年目ですよねって言われてる いやでもさ、そうなんだけどさ、いやこんな周りにさ可愛いメンバーがいっぱいいて、私を応援するために来てくださって、すごい、あ、目があってすごいって思ったなんかいろいろ考えてましたの話なんだっけ、なんかさっき話そうとしたことなんだったっけな、いい意味で初心に戻ったのかなって、そうかもです。でもなんか考えすぎたらダメなんだなって思ったすごい、あ、見られてるって思ったらなんかちょっと動揺しちゃうよね。ありがとうございました。チャートリ公演はいつぶりだろう。髪切ってから好きになってくれたの？本当？ありがとう、嬉しい。わお。いやなんか待って、なんか今日はいろいろ考えちゃう日かもしれない。なんか今も考え出してきた、だんだん考え出してきた。今もさ見られてるわけでしょ、ちょっとどうしようちょっとなんかどうしよう、緊張してきた。キクちゃん、クマありがとうございます。ありがとう、クマありがとう、ありがとうございます。え、だってさ、このさレンズの先にはさ、こう私と目が合ってるわけでしょえ、どうしよう、ちょっとどうしようどうしよう、なんかどうしたんだろう今日あどうしたんだろう。でもありがとうございます、そんなさわざわざさ、このあなたの貴重な時間をさ、こう私とこう目を合わせてくれてるわけでしょ。え、ありがとうありがとう、ありがとう、え、ありがとうございます、ありがとうえ、ちょっとおかしいかもしれない、ちょっと今日あれかも、寝不足でおかしなことになってるのかもしれませんけど、はあ、ありがとうございます。初心に帰りすぎえ、でも冷静に考えたらさ、いやー緊張しちゃうよねと思った。これまでどうやってたんだろう私。あ、そう、ハーフツインはあの昼公演は普通にストレートで、夜公演はそう外羽にしてるの。外羽ちょっともうここら辺取れちゃってるけど、外羽です。すごいメイクさんと相談して、あんまり私字が髪何したらいいか決めかねる人なので、外羽にするか内巻きにするかウェーブにするかちょっと緩く巻くかとか相談してさせていただきました、メイクさんに。
可愛いギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかダメだ、今日いろいろ考えちゃうな。ありがとうございます。ひこさんもありがとうございます。そう、おきさんが入れ替わるならさやかりの顔面になりたいって言われてたねって、そう言ってくださってた。おきさん、おきさん、じゃあもう全然入れ替わ変えましょう。ぜひもう、もう取り替えさせてください。こちらこそ、こちらこそ取り替えさせてください。はい、そう今絶妙だよね。これからさ、これからちょっとでも伸びたらなんかもう伸ばすって感じになっちゃうじゃん。だからちょっとどうしようかな。え、さやかりの顔になって翌日さやかりは捕まるらしいよって、そこら辺の話聞いてなかったか聞こえてなかったかも。え、私捕まるの？どういうこと？どういうことですか？そこら辺は聞こえてなかった。どういうこと？あ、私の顔で悪さをするの？コンプラ違反をするんですか？あ、それならちょっと、ちょっとやっぱちょっとトレードはちょっとやめとこうかな。ちょっとやめとこうかな。それなら、それならちょっと申し訳ないですが、やっぱこの話はなしで、なしでお願いします。ギフトもありがとうございます。 I love you。 あ、ちょっと危険だね、やっぱやめとこう。やっぱやめとこうか。小一さん、ありがとう。ペンギン、ペンギンギフト、ペンギン靴下ありがとうございます。このあれだね、チェンソーマンの最新話だっていうのは昨日も言ったね。ありがとうございます。今日もありがとうございます。そう、沖さんはね、沖さんはね、そう、漫画とかアニメの話します。今日もした。そうだ、あれだ、チャートリアワード、チャートリアワードだっけ、ありましたね。ギャップ賞、ギャップ賞、ギャップ賞って思った。すごい、マネージャーさんが、マネージャーさんが決めてくださったみたいで。
ギャップ症らしいですけど、どうですか？どうですか？ギャップありますか？ ギャップなんだっけ？なんて言われてましたっけ？なんて言われてたっけな？そう、あ、そうだそうだ、なんか なんかほわほわしてますが、 MC 中はキレのあることを言ってどうとかこうとか あれあるかな、あるかな、どこの MC だろう どこの MC だろう、どこの MC だろう、そうなのかな、どうなんだろう。あ、そう、絵もね褒めてくださってましたね。でも絵がうまいってさ、ギャップで絵がうまいってさ、冷静に考えたら褒めてるかな ギャップがあって絵がうまいですって、これは褒めてるのかな 確かに今ちょっと確かに思った。いやでもね、一度は絵を見てほしいですってこう言ってくださってたので、すごいありがとうございますと思った。すごい、みんな何かしらの賞を受賞してて。良い企画でした。そう、ギャップ長って聞いて、吉田沙羅ちゃんだって私思ったんだけど、私だった。すごい見かけはクールに見えるけど、実はこんな一面もありますみたいな メンバーのお部屋を片付けてあげたりしてますみたいな、そういう感じかと思ったら違った。栗原、珍しい笑い方ださん 栗原さん、ありがとうございます。熊、ありがとう。熊です。ありがとう。なんかさ、いつもこう自分でこうさ、熊してたらちょっと笑ってしまうんですよね。ありがとうございます。自己紹介がさやかいんだと思ったって、いや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  いやいや、そんな、まさか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 、そうそうそう、昨日の夜中の話、そうメールでも送ったんですけど 昨日の夜中はそうドジっ子でした。なんかね、いろいろしてたら寝るのが結構遅くなっちゃって、もう3時半とか4時とか、もう4時近かったんですけど、今日の公園で着る服とか、公園で着る服ではないですけど 公園で今日使うものとか洗濯しなきゃいけなかったから、それを思い出してもう4時近くに洗濯機も本当にもうね、寝落ちしそうになりながら、もうきついきついって思いながら洗濯機回して、こう終わって干そうとしたらね そう、人生で初めてティッシュを一緒に洗濯してしまうという、いやまあ、多分人生でさ、誰しもあるミスじゃないですか、多分。どうだろう、ない人はないのかな、ありますか皆さん。いやいやいや、ありがとうございます、ギフト高弘さぬきさん。
ある？経験はある。あ、そう、まあさ、まあ、やっちゃうときはやっちゃうじゃないですか。でも人生で初めてを、え、こんなにきつい今って思ったあ、3回2回ある。あ、みんなあるじゃん。ほらほらほら。じゃあ、あの、私のことをそのドジというのはやめてくださいいやでもいいんですよ、まあ、人生でさ1回はこう誰しもやってしまうことじゃないですか。だから全然良かったんですけど、それがこんなきつくてもうね、もう倒れそうな今ってなってえ、今来るかってなってでもね、もう一周回った、一周回ってね、なんか笑っちゃったちょっと元気になりました、逆に逆に元気になって、そう、一人でだからね笑ってましたよ、あの昨日の4時ぐらい。昨日じゃないか、もう今日か今日一人で暗い部屋で笑いながらやってましたでもね、そんなに被害なくて、そんなに被害なかったから、まあまあ、うんでやりましたね。そんな全部が全部ティッシュまみれになりましたとかじゃなかった。あ、ちょっと ここら辺ちょっとあって感じですね。だから今日はね、公演終わった後とか多分眠そうにしてたっぽくて、パセリにえ、もう眠そうって言われた。すごいバレた。よく気づいたねって言ったら、この前収録が一緒にパセリと会ったんですけど、その日が私オールしてて寝てなくて行ってたのでその時と同じ顔してるって言われただからバレてた。なんか分かるのかな、ん、眠そうじゃない時の方が珍しい。いや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 、え、 MC の時って、え、そんな公演中は眠くなかったよ公演中は眠くなかったです。公演終わった後にもうね、多分アドレナリンが切れてもうめっちゃ眠かった。明日も多分、明日は早いのかしら、明日は微妙微妙です。ってことは、微妙微妙です。微妙って何時ぐらいだと思う？いや、今日はさすがに寝ようと思ってる。今日は寝ると思う。でもね、公演後って結構私寝れないんですけど、今日は寝れる気がする。もう眠い、今結構眠いもん。ああ7時8時9時、あ、そう、大体多分そこら辺に起きます。あ、7時には起きないかも。8時9時あ、でもうん、それぐらい。月曜日、皆さんは明日何時起き？
6時起き、4時40分起き、早い。もう私が、うん、私が寝る時間じゃんとか言おうとしたけど全然違います。うん、あら早いね、早いね。そうだもん、そうだよね。あれだもんね、満員電車とかバスとか7時とかそこら辺ぎゅうぎゅうだもんね。最近私本当に人混みがもう無理になっちゃって、さやかいの生活リズム謎すぎる。いや私も謎ですめちゃめちゃ寝るかと思えばなんか寝れなくて寝ないオールする日もあれば、謎です。私もだから学生の時とかあの満員のバスとか乗ってたの、すごいすごいあれだすごいって思う。大変だよね。あ、慣れもあるよね。お疲れ様です。明日も頑張ってください。こんばんは、こんばんは。ST48 の原田さやかです。お願いします。満員電車はそんなすっごいラッシュの満員電車は乗ったことない。ないです。でもバスはある。自分の降りたいバス停で降りれなかったことが何度かあります。え、満員電車とかってさ、自分の降りたい駅で降りれるの？どうやって降りてるの？すごい、そう、あのさ、本当にカバンが浮くとかさっきコメントしてくださってる方もいらっしゃったけど、どうやって降りるの？ええ、でもさ、もうさ、え、カバンも浮くレベルならさ、押したところでさ身動き取れるの？あ、だいたいみんな同じ駅で降りるの？降りますっていうの？すいません。え、でもさ、すいませんって言われてももう動けないからさどういうこと、どうなってるんだろう。もう意地で行くしかないか、強い心を持って。すんまへんすんまへんへえ、そう、あの私前のバスは結構乗ってたんですけど、その降りたい場所でさ降りれない時ってさ、なんかすごいへこむえ、仲間の人いる？バスで降りれなかった人いますかえ、普通にみんなあるもんなのかな、どうなんだろう。結構ある。私普通に1回とか2回とかではないです。あ、ないの？え、ないの？ないの？嘘。ないの？86さん、やーやー、ありがとうございます。ありがとう。あ、バス降りれなかった経験ある？ほんと？結構へこまない？なんか
すごい謎に悲しい気分になるよね。確かに入り口付近に座ってたらいいんだろうけど、私バスとかで一番好きなのは一番後ろの席です。寝過ごしちゃった時、寝過ごしたこと私あるかな、なんかあるような気もするけどもう忘れちゃったあるような気もしなくもない。あるっけ。寝過ごした話をしてたよねってしてた私。え？私の記憶にはない。してた？本当に？え、本当にじゃあ ST 入ってから知ってたってこと？じゃあ結構最近のはずじゃない？もうここ3年間でしてたってことなの？千穂さんとマイキューさんありましたね。バスで寝過ごした話してたの？え？あ、え？え？なんか。確かあれかな、寝過ごしたんじゃなかったんじゃなかったなかったんじゃなかったって、え、メールを打ってたら自分の降りるバス停を気づかなくて通り過ぎちゃったとかじゃなかったっけ？ん？それはちょっと今思い出した。目が覚めたら見たことない景色がとか言ってた？え？それは違くない？それは行き先が違うバスに乗っちゃってよく分かんないとこに行っちゃったっていう話じゃない？もうなんか似たような話、なんかにちょっとなんか似てるけど微妙に違う話がいっぱいありすぎてちょっともう分かんない。寝過ごしはあるようなないような、あるようなないようなという感じですあ、乗り過ごしはある。もしかしてさやかりん記憶薄いですかね？いえ いえ最近本当に悩んでる、なんか記憶力がないことについて割と本当に悩んでる。うん、すごい思い出そうとしたらいっぱいあるんですね。わざと反対方向の行き先の電車に乗った話なら聞いたそれはあれだね、独り言で語るくらいならの、確か取材をしていただいた時に
と同じ経験があるのでって言ったやつ。え、すごい、メールって乗り過ごしたのは2022年10月10日って調べてくれたの、ありがとう。え、そうだよね、それもあったよね。私はそれを思い出した、メール打ってて、あ、もう降りるとこ過ぎてるじゃんってなったの。いや、確かな記憶でした。すごい、2年前か。そうなんだ、すごい、ありがとう。そう、わざと逆の方向の電車に乗ったのはまあそういう、まあそういう日もあるよねという感じまあ学生、高校生かな、まあそういう、そんな日もあるさという感じの感じのエピソードです。まあね、そんな日もあるよねそんな日もね、みんなありますよね、人生。1日や2日や3日や4日、まさのれさん、イエーイ、やー、ありがとうございます、ありがとうえ、待って待って待って、なんでみんな、ないの、え、ないの、あ、ないの、あ、ないのえ、ないのないんだなかなか共感を得られなかったな、共感を得られない、そっか、そうなんだまさのりさん、お疲れギフトありがとうございます。事務所にあったラフランスをいただきましたそう、見せようとして置いてたのを、置いてたの忘れてた、ラフランスをいただきました。すごくない？ラフランスってさ、全然食べないからもうどんな味かもあんま覚えてないやん。用なし、そう、事務所に置いてあったやつをいただいたの。いきなり、いきなりラフランス、唐突だ唐突だ、おもむろにラフランスを取り出しました。食べよう、明日食べよう、ワクワク。リンゴは今日も食べた、昨日も食べた。やっぱさ、リンゴっていいなってなった。え、今食べないよ今食べるの、今食べるの、今食べるの。今食べてもいいですけど、ちょっとこんな、今食べるの今食べるの、え、そんなつもりじゃないよ、ただ自慢、見せびらかしただけだよそうだよ、見せただ見せびらかしただけなんだけど不満って不満そうだよ
でも今じゃあ一口食べよっかな。なんかそっかそっか、見せびらかしたつもりだったけど、でもちょっともろもろ準備が、もろもろ準備がちょっとあれかもしれない。もろもろ、じゃあちょっと洗ってきます。ラフランス洗ってきます。よいしょ、ここ地べたなんですけど、こんな地面にまな板置いてさ地面にまな板置いてラフランスを向くなんてことあるね、ね、地面にまな板なんかもっと違くない？待って、お皿とかもいるのかなちょっと待って、違うよ違うよ、私ラフランスただ見せびらかしたかったわけなのにジャージじゃないです。もう今はね帰ってきたまんまです。じゃあどうやって剥くんですかリンゴみたいに剥いていいの？リンゴみたいに剥いて大丈夫な感じ？あ、柔らか。なんかすごい、何も映ってないけど何も映ってないけど、ちょっと今剥いてます。なんかね、でもね、私結構前に多分食べたんですけど、ラフランス、その時はなんかあれだった、そんなって感じだった。待って、手が汚れてる。すごい、こんな、よいしょよいしょ、手が汚れた。はい、朝もね、皮むくのはうまいです。もうリンゴを何年間も毎日食べてたので手慣れてます。手早いです。やだ、絶対しない、絶対あんとかしないから絶対しないから、絶対しないから、いただきますいただきます。なんかあれだねすごいいいのかな、なんか今自分が言おうとしてることはすごい褒めてるのかな、大丈夫かな。おいしい、試しに言ってみていいですか、食レポ
なんかね、ポイフルみたいな味がします。え、おいしい、おいしい、もうすごい、ポイフルだ。え、知ってる？ポイフル、なんかグミちっちゃいさ、え、ポイフルって合ってる？ちっちゃいいろんな味のグミみたいのがあるんですけど。え、めちゃめちゃポイフルだ、おいしい。え、おいしい。ダメだ、食べ物の食べ物に例えちゃダメか。そっか。え、前食べた時はそんなにあんま美味しいと感じなかったから、まあラ・フランス自分好きじゃないんだなって思ったけど、めちゃめちゃ久しぶりに、多分何年かぶりに食べたら美味しい。確かに冷やした方が、でもなんか冷たいよ。あれかな、冬だからかな。美味しい、美味しかった、めちゃめちゃジューシー、ジューシーです。あんはしませんしないってばしないってば冷凍したら美味しそう。お疲れさん、かわいいギフトありがとうございます、ありがとうございます。じゃあもうもう一切れ食べよう、うん、うまっ。こんな時間だ。こんな時間だ。テロップどうしよう。テロップかーこ、テロップどうしようかな。うん、顎が外れる前にお願いします。嘘をつきなさい。テロップが思いつかないので、あれなんか変なことになっちゃった。思いつかないときは絵文字でごまかします。絵文字でごまかしました。じゃあもう皆さんがうるさすぎるのでじゃあもううるさすぎるのでもうじゃあはいはいどうぞ。だから私こういうことしたらもう 笑っちゃってできないっていうのはもう多分何百回もやってるので、ちょっと待って、分かった、そうね、チャーミングトリップとしてチャートリ、チャーミングにちょっとやろうと思います。
はい、じゃあ待って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 、助けて助けて、私は笑ってしまうの、ちょっとちょっと待って、声から役に入っていいですか。はいはい、じゃあ皆さんどうぞ。はい、あもうダメ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 です、ダメですダメです、もうやめです、こういうことはダメです。もうテイク2とかしません、テイク2とかしません、私が食べます。はい、うまっうまっ。もうじゃあこっちも笑ってしまったって、ほらほら笑ってるじゃん。いや笑ってるじゃん。もうやだ、なんかもうあれだ、配信始める前めっちゃ眠かったけどだんだん目が覚めてきた、どうしよう。またでも今日はさすがに早く寝ようと思ってます。はい、ということで本日もありがとうございました、講演もありがとうございました、これからもよろしくお願いします。ということで壇上を読ませていただこうと思います。ドゥ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 ン、13位、栗原さん、珍しい笑い方だ、ありがとうございます、ありがとう。12位、 TM マンさん、ありがとうございます、ありがとう。11位、鳥沢さん、ありがとうございます、ありがとう。10位、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、つなまよさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、ひらこっちさん、ありがとうございます。ありがとう。7位、いっこうさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、かずささん、ありがとうございます。ありがとう。おい、ぎくちゃん、ありがとうございます。ありがとう。4位、おつかれさん、ありがとうございます。ありがとう。3位、やまいさん、ありがとうございます。2位、じゅんぴーさん、ありがとうございます。そして1位、しょういちさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。そして今日明日のラッキーな方は NB さんです、おめでとうございます、おめでとうございます。なんか今日すごいあれかも、やっぱ公演からずっと今もすごいこのレンズ越しに目が合ってる。なんかそんなことばっかり考えてる、なんでだろう。皆さんもぜひラフランスちょっと今度スーパーとかで見かけたらぜひ買ってみてください、なんか美味しいです。美味しいラフランスなのかな、何なんだろう、美味しかったです。ということでじゃあありがとうございました。すごい目が合ってますが、ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。明日からも一緒に頑張っていきましょう。月曜日ですが、ね、満員電車や満員バスに揺られる方もお疲れ様です。応援してます。あのエアポッツの周りが遮断されるイヤホンをつけましょう。ということでありがとうございました。今何時？21時。じゃあ、またメール送ります。メールで会いましょう。メールで会うっていうのはおかしいですね。メールを送ります。
ということで、ありがとう、バイバイ、またね。なんか変な音が鳴ってた。ありがとう、おやすみなさい、バイバーイ、ありがとうございました、またね、おやすみなさい、バイバイ。